ああ、登れと。とんでもないやつだな。南採掘場3合目。ゴロンだ。寝てる。もう働き者だ。グッフゴロ。俺の幸せ、組長の幸せ、ひいてはゴロシの幸せゴロ。ほう。おっと、あんたに関係なかった頃、あなたは採掘でしたゴロン組、班長のドリルドゴロ。組長の心臓にここで採掘をしている。今日も掘って掘って掘りまくれ。あなたは、あ、さっき聞いたな。大変ですね。うん、おお、うるしいがうろてんのも俺たちの茎なんだぜ、ゴロー、うん。しかし、本当はもっと山頂近くで掘りたいけどよ。トカゲの化け物が邪魔でな。さよなら。お何も無口な人なのかな。うわ、びっくりした。そんな顔しないでくれません。そんな顔しないでくれません。これでサムネ確保したぜ。君は？トンジャーが夜？また君か。手も取りたくないんだけど。ここってなんすか？ほう、南採掘場。ハンマーとかなかったよな。だけか。すっげえゴロンの歌声がここまで響いてる。まっすぐ行っても良さそうだな。あと1分で燃えずの薬の効果が切れる。またどこにでも現れるな、こういうやつら。どうすんだっけか。ヒフキリザルホス。何合目だ？ 4 合目、痕跡ゴロンシティ、30秒。これがデスマウンテン流の還元仕方ってか。いって暑さに耐えられる服とかないのかな。なんだ？やっぱあれだ、神獣だ。
イエーイ。トカゲー。超山の周りでウルウルしてんだけど、あいつ。え？何？うおー、俺の住処から出て行けー。あ、ゴロの顔だ。関係ないとこに。関係ないとこにヘイトが、ヘイトじゃねえや。注目が。ゴロンシティになんかそういう服あるでしょ絶対。ほら来た。うん、おほう。どうして名前してんすか。そんなことより君、さっきの火山弾大丈夫だった？全然大丈夫じゃなかったっす。お客さんが減っちゃって英傑様ごっこでもしないで暇で暇で英傑。リンクというのは100年前町の英傑ダルケン様と共に戦ったハイリエージ。え、その100年前に100年前の人が目の前にいるのに何とも思わないのか。旅の人ごろ、いいところ紹介するごろ、ゆっくり歩くんだろ。え？その発想はなかった。防具屋、ほう。デスノートに新人はルーダニアっていうのが現れてね、この辺も熱くなってきちゃう。お客さんには対価防具をやったぜ。対価防具、対価防具、はーいって時ガッチムッチ、ガッチムッチ名前のネーミングセンスがちょっとあれだな。はい、この格好ならゴロン室より熱い場所に行くのやめた方がいいごろ。まあそんな場所はそもそもゴロン族以外立ち入り禁止だけどね。買いに行きました。はい。うわ、高っ。けど欲しいな。兜はいらねえか別に。はい。よし。足までそれ必要あるかな。全部どうぞ。安っ。なんで足ここ。リザルフォスの角結構高値で売れるな。よし。
よし、なんとか揃えた。デスマウンテン、はい、ほう、そうだったんですか。ルーダニアが現れてからデスマウンテンで掘れなくなったんでリストラされちゃった。あんな時は羽振りが良かったな。最近デスマウンテンやられたでっかいトゲの化け物ゴロ、あいつのせいでデスマウンテンに近づけなくてね。組長が毎日大砲でここまでボラってんのにそのために出てきていたちごっこゴロ。組長って誰？ほう、でかい看板のうちに住んでいる。いつは挨拶しとけ。はい、わかりました。挨拶しに行くか。あそこだな。ここ宿屋か。そうします、はい、どう。え、へーい、わー似てる。あれ、ゲルド族がなんでここに。夜中までお疲れ。朝までマッサージ付きって言ってたな。まあマッサージ付きでもあれでしょ、普通のふかふかのベッドとそんな変わんないでしょ。よく眠れた頃か。で、いってらっしゃい。ゴロス、無謀の弟が帰ってこないね。ゴロス弟、ゴングロン、ほう、勇者の秘密を掘り当てる。ほう、どこ行ったの。丸子池の南西に丸子行動、丸子池、ここからチャレンジ。丸ご、これか、丸ごコード、このか。はい、マッスルティー、おはようございます。買いに行きました。そんな驚かなくてもいいじゃないですか。この人の顔サムネにしようかな。ほう、そうなんだ。あ、これか。おお、天然の石焼き、焼き石じゃないですか。こんにちは、ブロハンのお屋敷。ブロハンって誰ですか。ほう、マグロっ子を片付けるように言われてる。ほう、誰にやこ、マグロックはここにいるっていう話だったな。マグロックって誰だ。鉄のハンマー手に入れた。うがーうがー、ご、だけかよ。
兄ちゃん買って何を？結構です。これ この服持ってるんで。あー、やっと見つけたぜ。処理落ちが頑張りかな。もしあれだったらもうあそこで調整できるし。よっしゃー。ふう、次はハートかな。この人かな、長老。シックショールーダニアやろう。どうしたの？最近ルーダニアが暴れ出したせいで、デスマウンテンの噴火が激しくてな。あそこにいるやつだぜ。100年前俺たちの守り神だったらしいがよ。あいつのせいで採掘はできねえ、客足は減るようで困ってんぜ。毎度毎度大砲で囲いを酔っ払ってやってんだが、ブルドーか。ブルドー、何言ってんだ俺は。まあ、立ててきやがった。あ、ぎっくり腰。落ち着き、大丈夫っすか？腰痛がな。っていうか、誰で、旅の者です。うか、わざわざ俺に挨拶しに来たってわけだな。はい。俺の名は、ブルド。泣くも黙る、ゴロン組組長、ブルドとは俺のことよ。これからまた、ルーダニアを払うんだが、腰が痛くてな。しかし、ユンボにやら、早くもないが、ユンボって誰っすか？いつも俺とルーダニアを払ってる若いやつった。記者の廃校に腰の痛み止めを取りに行ってくれたんだが、まだ帰らんねえ。つまり行ってこいと。どこをばらついてんだ。なんた、ユンボを見つけたら俺が探してたって伝えてやってくれいや。頼んだぜ。もう寝ろ。もう寝ろ。よし。ユンボ探しに行く今から。もう3時前だぜ。いやいや、行っちゃえ行っちゃえ。意外と近い。対火ボムもあるし、炎ガードは完璧でしょ。おう、爆弾掘り投げるって言うんだ。あ、こういう倒し方もあるんだ。銀棒、その廃校だ。あれ、あわあわ、今日は人の出入りが多い。ユンボ知らないっすか？どうしてか。組長が探してたんですよ。組長？はい。うわぁ。遠い。君は？ボグ？ドリじゃん。溶岩が増えて、ブルドもクイーチにこの辺を見張るように言われてる。ここってなんすか？その廃校って言って、ドガンとかよく突破してガッツリ鉱石ゲットぜ。の掛け声で有名な採掘だった頃よ。あいつが現れてから溶岩が増えて熱くなれば魔物が増えるまで。危ないからもうここでは採掘死んでないんですよ。ごめんなさいね。バイバーイ。はい。6号目。
あ、なんか怒られた。あ、振りだな。やってみる？間違えた。そんな感じ？矢倉まで届いてね。